今回は、葬儀屋で働いていた一致が体験した出来事を綴っていくスレをご紹介します。なかなか葬儀の裏側を見る機会なんてありませんよね。一致の体験と合わせて、葬儀屋の業務の実態も見てみましょう。元葬儀屋は胃が辛かった出来事語るんを。森の中の家、病院から自宅へお体を移すんやけど、どんどん森の中のに進んでいったんや。到着した家は電気はつくものの、廃墟みたいな感じで家の中を蜂がブンブン飛んでたわ。カビ臭いし、ホコリが舞ってる中で咳我慢しながら遺体を安置したんを、ホコリって味がするんやなーって思ったわ。コロナ前にはやめてるからコロナ禍での事案はわからんわね。プロレスラー男性の死、突然死をした若い男性なんやけど、でかくてごつかったんや。病院から家に運んで、どこに安置しますか。ほな、本人の部屋で。今の家やと多いけど、だいたい2階になるんよね。100キロ近い肉の塊を階段登って運ぶのは骨折れた。棺に入れてしまうと階段降りられなくなるので、納棺の際に下に下ろすのもしんどかった。精神的にじゃなくて肉体的にかい。続けなさい。初葬か、いつも通りに病院から自宅へ運ぶ、喪主さんの目がうつろでなんか怖いっぽいなぁと危惧。家に着くとみんな目が怖い、ゾロゾロとやってくる学会員さん。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、血縁者じゃないであろうおじさん死体で進んでいく段取り。葬儀自体は坊さんも来ないし割とスムーズだったけど、冷や汗かいたものやった。仕事とはいえ人の死に付き合うのは大変な仕事やと思う。頑張ってください。初めてのおむつ。病院から遺体を受け取る際には看護師らの方で浴衣着せてるケースが大半なんやけどたまーに真っ赤の時があるんや。90近いババアの遺体、おむつ履かせるのは、初めての時は躊躇したんを。肛門の筋肉もあれやから、たまーに漏れてまうのでおむつ履かせるんや。うわぁ、マジでこれ担当するのか。ってなった葬儀は、土建屋ででかい車を往来往来してそのまま引かれて亡くなった男性。彼はその会社の跡取り息子、引き殺してしまったのはおじ、マジでお迎えの時から葬儀終わるまで気が抜けなかった。これ辛いな。深夜、往復5時間のドライブ、亡くなったんでお迎えお願いしますって連絡受けると病院や警察に行ってお体引き取り、社の霊安室または自宅へって感じやんやけど、稀に遠くの病院で亡くなる、地元の家へってケースがあるんや。遺体を搬送するのにかかる料金は、距離から計算するからなかなかのものになるし滅多にないんだけど、一人で真っ暗な中、眠たい目こすりながら深夜からのドライブ搬送しんどかった。2時から大掃除、家にご遺体運んでも、スムーズに寝かせられないこともあるんや。長い入院なんてことになると、当人の部屋は埃まみれってのはザラやから女の人らが必死で掃除機かけたりしてる。中には荷物まみれなので集まった人ら総出で部屋を片付けたり、ボケーっと突っ立っててもしゃあないので手を貸すことになる。ああ、今夜は早く帰れそうやなーって時に3、4時間大掃除はなかなかのものやね。まあ、お家の人と多少なりとも打ち解けられるから無駄じゃないんやけど。死んだらすぐに血抜きしてしまえばいいのにな。魚もそれすることで臭さと鮮度保つからな。ドライアイスでカチカチにするんを。初めて喉ざえもん、警察へお迎え。遺体は脳幹袋。署の人と世間話してると、水死の人だとわかる、初めてなんで。見てもいいっすか？顔は膨れ上がり、色はエメラルドグリーン、メロンみたいな、匂いはクソを煮詰めた後に部屋干しして生乾きみたな悪臭。鼻の奥に匂いが染みつき、帰宅してしばらくしても遺体がそばにあるかのような感覚。脳体袋は、水死とか焼死とかバラバラみたいな時にお体を入れて周りに匂いやら液体やらが漏れでなくする袋や、匂いは漏れまくるけども。これで給料高くもないんやから不思議よな。家族経営ばっかりやからな、一般入社は出世しても企業でいう課長がせいぜいや。わえ、勉強になるわ。いろいろ見たけど練炭はすごいわあれ、ほんま寝てるみたいに死んでる、一回だけやが神秘感じたわ。そんなになんか、普通の死体とは違うんやな。せやねん、ほんま驚いた。畜生、葬儀屋で臭いというと大体は遺体の匂いをイメージすると思うけど、それとは全く別なのが動物臭。他人様の家に上がることが多く、中にはペットを飼ってる人もいると思うけど、犬猫の餌、夏場の熱気で蒸された匂い、糞尿臭もこもる。家の中でバカ犬を放し飼いみたいなとこでは家の床にしょんべんがってこともある。毛はそこら中に舞い、スーツは毛だらけ、取れない獣臭、靴下に尿。焼死体は何やろ、焼けたプラスチックが泥雨で沈下した後みたいな感じの匂いや。匂いより遺体の状態を見た瞬間トラウマになりそうやけどな。警察署さんから納体袋に入れた状態での預かりや、自殺とか解剖入ったりすると病院じゃなく警察署から預かるんを。言い方あれやけど、やっぱ心霊現象っぽいのあるんか？見える人ってのに二人あったわね。あとは除霊の現場に立ち会ったり、ワイは心霊云々より、誇りが嫌いや。家族、葬儀となると親戚たちが一堂に会する。中には疎遠だった人や、馬の合わない人も。
こちらとしては模種の考えに基づいて段取りや手配する中で、面白く思わない連中ってのも出てきたりする。式中や式が終わって飯食ってる中でも大声で荒げたり罵り合ったり、その矛先が葬儀屋に向くこともしばし、ぶっ殺すぞ、金なんか一銭も払わねえ、なんて暴言吐かれることもある。その後の法事などでもトラブルになったりするので憂鬱。受付もやるだろうから香典と総裁が一般的ちゃうの？受付を組合とか言ってご近所連中がやる場合もあるけど、基本的に香典徴収はできないわね。Y の時は総裁されて残り渡されたわ。葬式となるとやっぱり金の問題も出てくる。葬式の費用はざっくり、式のプラン代に返礼品、飲食を足した金額、仮装だけとしても、抑えて10近くはどうしても費用がかかる。個人の身内が車椅子のばあちゃん一人ってケースがあった。なんとかギリギリ生活できるって状態、お金がないってのは初めの打ち合わせでも理解できた。でも踏み倒されたりされるとこっちが苦しくなるので、心を鬼にしてお金の話はドライに丸万円かかります。お支払いはどうですか？分割でもできます。支払いは分割で年金の支給日に。なんか一番心に残ってる式や。闇やな。辛い、聞いてるだけで胸が痛いよ。47の個人ってばあちゃんの息子か娘なんかな？せや、一人息子、独身。悲しいよ、力になってあげたかった。あのばあちゃんはエレベーターもないあの廃れた団地でこれから一人、どう生きていくんだろうなってなったんを。辛い。でもいろんな宗派や宗教、無宗教の葬式を生で見られておもろかったやで。直葬でも10近くもかかるんか。8.5 万あればほんまの最低限はいけそう。ツヤなしの火葬場直行もできるのか？できる、坊さんなしもいける。まあ正直葬式なんて飯とお花と返礼品の金額が大半なんよね。この間祖父が亡くなったらお世話になったわ。大変な仕事だよな。もうすでに葬儀の仕事を辞めているイッチ。辞めるきっかけは何だったのでしょうか？まあ我が辞めた理由は給与や。5年働いて年間休日50日くらい。深夜の稼働や待機もあり、手取り25くらいや。安いな。休み少な。高齢化で人たくさん死んでるやろうしな。週休2日でも、夜間のお迎えから脳があるから休日出勤で飛んでいくんや。楽しかったこともあるやろ。暇な時にボールとグラブ持ち込んで壁当てやってたら社長に怒られたな。悲しいな。ウバステジジステな時代やからさらに悲しい葬式増えてくんやろな。Y が参列した、小学生のお母さん、中学生の事故は何とも言えない辛さしかなかった。自殺の仏さんで練炭以外で印象に残ってるのある？医師の人やね、首吊りの後をなんとか化粧で消そうと頑張った。ご遺族にありがとう言ってもらえた。首吊りってほんまに首に？キムシッターとあるんか、途中でやっぱ助かろうとしてできるようなの。正直ワイラが入る段階だと色とかも変わってるから見た感じよくわかんない。首吊りも2件しか関わってないんを。何色なんや？土色というか、暗く変色というか。この仕事はなくならない言うけどどんどん先細りしてるやで。結局葬式の儲けの部分なんて見えやから祭壇こんな豪華じゃなくてええわ。葬式は家族だけでやりますわ、の時代よ。てか自治体に斎場あるときついよな。直葬とかマジアンチ込みで10万かからん。こんなんやっとれんやろ。家族葬で30万やったけどこんなもん。妥当やで。Y のじいさんの葬式は明るい葬式だった。Y は送られたい。Y もマツケンサンバ流してほしい。アホか、六甲おろしに決まってるやろが。仏さんの年齢が若いほど、葬式は悲惨とはよく聞くよね。高校生で同級生が亡くなって参列した友人いるけど、あまりにも悲痛で帰りたくて仕方なかったと言ってたわ。焼き場で最後の顔合わせん時は、親だか祖母だかが号泣して棺にしがみついて、しばらく離れなかったとか。90で死んだ祖父の葬式は、和やかだったわ。若い人の事故や病気はなあ気の毒すぎるわ。よっぽど親戚多いとかじゃないと家族葬でいいもんな。親戚も楽しいわ、やっぱ日本人なんやなって。正直自殺言うてそんな起きないやで、世の中のほとんどの人は病院のベッドの上で死んでいくんや、幸せなことなんやなって。病院で死んでくれた方が安く済むよな、家や緊急搬送後死亡は高くつく。Y のジジイの遺言で参列者はジジイの悪口、不平不満を言うこと、と明記されて、同級生や同僚が愚痴こぼして昇降させた、おもろかったな。くさ、いいじいさんやったんやな。葬式なんて 80% ぼったくりやろ、ビッグモーターみたいなもん。ぼったくりという海賊の見えなんや。立派な祭壇作って亡くなった人が恥をかかないようにだの、ツヤの料理足りなくなるなんて恥や、多めに頼むぞ。みたいな見えが費用を上げていく。遺体の扱いは神経使うやで。スーツ着て人ん家行って締め切ったところに親族集合の中で納棺やが、汗めっちゃかくけど、自分の汗がご遺体につくことだけは絶対に避けないかん。神経マジで使う。あとほんまクーラーガンガンにしてほしい。薄着なればいいだろ。清掃だからね。神奈川県警は汚いって言ってた人？別人？
別人やね。Y は警察署行くの好きやった。なぜか毎年1月1月は警察署案件やった。ああ、警察が死んだ遺族に対して葬儀屋進めるわけか。これで賄賂もらってたんだっけかな。葬儀屋を決めるのは遺族屋で、ただここに闇が一つあるんや。なんなんや？小さなお葬式っていう会社があるんや。家族が亡くなる、近くの葬儀屋を調べようとする、小さなお葬式からのリンクを踏む、葬儀屋に飛ぶ。すると葬儀屋は小さなお葬式様の紹介で来たお客様としてマージンを納めるんや。すべての葬儀屋を下請けにできるこのシステム考えた人はマジで頭いい。警察が葬式会社に賄賂もらってたのは何だったっけ？それはようわからん。悪い奴もいるんやろな。大体病院の斡旋で決まるイメージ。うちも一つやね。病院さんがうちを紹介してくれるとこ、今は昔みたいに互助会入ってる人もおらんやろね。病院に紹介された葬儀屋高かった。準備しとけば半額以下で済んだのに。準備ってなんや。病死なら本当は遺族がまだ当人が生きてるうちに葬儀屋の下見とか選択できりゃいいんやが、なかなかな。Y の時は遺族も喪主もおらんやろな。Y も無縁仏で処理やな。例えばよ、あなたの親が倒れました。〇〇病院です。すぐ来てください。亡くなりました。葬儀屋をすぐ決めて連絡してください。こんなんやもんな。赤ちゃんとかある？あるよ。骨壺もちっちゃいの用意する。骨残るの？残るよ。相模天霊は利用する云々は別として、就職先としてはこの業界でおすすめしないわね。Y も小学5年の夏にひいばあちゃんが亡くなって葬儀に行った。親戚みんなあんまり悲しんでなくて、ニコニコしながら思い出とか語ってて、Y だけが純粋に悲しくて、トイレに行って一人で号泣したわ。Y も自分のババアの時、火葬入って飯食った後車の中でそのまま寝ちゃって、骨拾い間に合わなかったりしたわ。ばあちゃんすまん。入院中病院で死んでくれる。死亡診断書、安い。自宅または緊急搬送後に死亡、死体検案書、高い。これもひどいと思うんや。せやせや、あかん。死んでるってなってもまずは救急車呼ぶことやね。変わった宗教の葬式とかあった？イスラムとか。エホバは面白かった。死亡診断書は5000円くらいで、検案書は確か4万くらいしたよね。相模グループは、毎月の営業ノルマがあるから就職はやめた方がいいかなって。互助会、毎月会費を納めて葬式の時の費用の積み立てをしますみたいなのを毎月毎月契約ノルマがあるんや。90超えてたらもう十分生きたなって穏やかな葬儀になりそう。赤ん坊は別にして、中2の子が一番若いわね。夏休みに原付で事故して死んだ子。一番年取ってるのは正直覚えてない。ジジババはジジババや。ジジババ多いやろからな。不謹慎笑いしたエピソードよろ。法話っていう、坊さんのお話みたいなのがあるんや。宗派や坊さん個人でやるやらんはあるけど、その日の坊さんに挨拶したら、今日僕法話初めてなんですよ、言われてな。後ろで聞いたら緊張しまくって変なスピーチになっててあかんけど我慢できなかった。坊主かわいいやん。この業界サイコパス多そうだよね。Y と同時期に入った人は3日でいなくなったわ。遺体がダメだったみたい。なんで葬儀社に就職しようと思ったんやそいつ。あと坊さんが両手にロレックスつけて原付で現れた時は笑ったわ。葬儀社って年収高いんやろうか。不謹慎やけど多し時代やし景気ええんやろうけそ。基本的に家族経営が多いんや。Y らみたいな中途部外者は景気良くないよ。一番好きな宗派は浄土真宗や、合理的な考え方しててすの。イスラム教徒とかやったことある？なんやで、仏教、神式、エホバ、創価、無宗教、直葬、って感じや。誰も泣かない葬儀とかある？あるやで、笑顔多かったり。無宗教ってどんな感じなん？自由や、例えば、個人が作ってた作品展示して、クラシック音楽流しながらお別れの花を入れるみたいなのもあった。不老者も葬儀すんの？税金で仮装するやで。やめて今は何やってるん？いっち。介護施設の管理者してるやで。やっぱ介護とかは景気ええんか。まあ人手不足やね。今来たけどニートワイでも葬儀屋なれる？なれるよ。車の免許持ってたら誰でもなれるよ。葬儀屋さんに聞きたいのは、霊柩車の運転手とか葬儀の司会とか火葬場の人に心づけって渡しておいた方が良かったんか？自分の時は切羽詰まりすぎて金用意したけど渡すの忘れてしまった。その習慣はもう当たり前じゃない。渡さなくて全然オッケー。受け取らないよ。まあ会社やら個人によってはもらったの黙ってポッケしてる人もいるやろけど。昔アルバイトしてたけど創価は式が簡素だから葬儀屋的にはありがたかった覚えがある。坊さんも来ないし神経使わないよな。お題目の合唱はおもろいし。キリスト教はどうしてんの？やったことない。エホバの葬式、参列は会員のみ、お別れスタイルは式場の真ん中に棺を置いて、周りに席を並べる。坊さんの代わりにその地区の代表みたいな人が進行。参列者一人一人が個人の思い出を語って、司会の人が思い出に一言感想を言って次の人へ。最後にみんなで歌を歌ってお見送り。
通常葬式はタイムスケジュールを組んで慌ただしいものなんやけど、その日はゆったりとした時間が流れるんやわ。ワイも個人のことなんて全く知らんわけやけど、土曜の昼下がりのような雰囲気で浸れた。こういうことを聞くのはゲスやと自覚しとるんやが、葬式で笑いそうになったことってないんか？前に別の葬儀やジェイミンに聞いた木曜のリズムに合わせて股間を叩いてたガキの話が忘れられん。めちゃくちゃあるやで。あるんかい。コロナ前やったらマスクでごまかせないやろし、にやけてるところ遺族に見られたら終わるやろ。みんなは前向いてるやろ。その後方で必死に耐えるんや。想像したら草、例えばどんな時に笑いそうになるんや。シャーマンキングのオープニング流れた時か。なんやろな、同僚とインカムでふざけ合ったりしてたやで。あかんやろ。最近火葬場が混んでるでてものすごい時間に厳しいらしく、去年葬式出た時、火葬の時間に間に合わなくなるって葬儀屋の人がめっちゃせかしてた。やっぱ間に合わんと翌日に回されたりするん。間に合わないと、その日のすべての火葬スケジュールが狂うことになる。他の業者から葬祀官食らうやで。火葬行列巻きか。一番面白かった骨は？一番面白かったというか、場面で覚えてるのが、火葬場の職員の人があれこれ説明するやん。ほんで大事そうに骨壺に入れていって、あれ、これ全部入るんかな？って思ったタイミングでミシミシミシンと押しつぶし出した時に会場ざわついて笑ってもうた。くさ。ワイの葬式の時は葬儀屋さんの人が喉仏教えてくれるオプションつけてほしい。あれをしてるのは葬儀屋やなくて火葬場の職員さんなんや。そうなんや、初めて知ったわ。死後硬直どうやって伸ばすの？限界がある。広げた後にドライアイス置いて固定してその状態で固めようとかしたり。大変な仕事やな。気楽なもんやで、生きてる人間とのやりとりの方がずっとしんどいと思うわ。発狂してる遺族いた？同時やね、発狂した遺族がいて、その時来てた坊さんが見える系の有名な人で除霊が始まった。正直、ワイはワクワクした。用意したんか。そんな感じなんかな、なんか会話として諭すみたいな感じやったわね。除霊されてた人は沖縄出身なんやが、沖縄生まれはやっぱり霊感強いんかってなんか勝手に納得した出来事やった。お坊さんってはぁーとかやらないんか？お経の終わりにやる宗派もあるやで、寝てる人びくってなって笑。手術やったらすまんのやけど葬儀屋を就職先に選んだ理由ってなんや？家から近いからや。それだけで葬儀屋選ぶやつおるんか、それなりに特殊な仕事やと思うが。車で1分だったんや。家で写メで撮った画像使ったら自動で加工されるタイプで、結果的にお目目パッチリのおじいちゃんの家ができたっていうエピソードって実際にあった？ないやね、うちは写真屋さんに外注や。高齢者が写真撮る機会ってそうそうないから、それこそプロの見せどころなんやろな。式中の葬儀屋の仕事なんて式進行を行うことやから割と暇なんよ。お経のタイミングで参列者をご焼香促したり、坊さんの椅子下げたりとか、せやから途中まではボケーっと外見てたりしてるわね。ここだってなるときにスイッチ入れる感じやった。わい、栄養みたいな仕事しとるから人と関わるとつい笑顔作るから、多分葬儀屋でやったらしばかれるやろな。ワイもそうやで、あとは思い出し笑いとして止まらなくなったりすることがある。やっぱ笑ってはいけない場所って笑いのハードルほんま下がるわ。年取って涙もろくなったから他人の葬儀でもワイは泣いてまいそうや。仕事で慣れたらそういうのはないんかな。泣くことは全くなかったわね。あー終わったわ、帰り久しぶりパチ行こうかなーとか、ツヤだから今日は長いなー、弁当何かなーとかボケーっと考えてる。慣れる前まではなんかちょっともらい泣きとかもなかった？そういう仕事ついてるといざ自分の周りに何か起きても感情的にならず冷静に対処できそうで羨ましい。同級生の親を見送ったりとか、自分が子供の頃から知ってる他人の葬式もしたけど、特にあれやったな。棺を持つのは男の仕事ではあるけど、葬儀屋さんは現場で意識してるんかな。基本的には男の方が力があるからやけど、昨今いろいろとセンシティブなことや式を使ってたりするんかな。Y の時は女性職員は事務と司会やったわね。現場には出てこなかった。ほえ、正直体力とか電話番含む夜勤みたいな関係で女性職員は使いにくいだろうな。葬式に金かける意味がわからん。送り人好き？山崎と息子。葬儀屋って実質年中無休だからな、休みなんてあってないようなもんやで。待つ仕事なんやってな、24時間電話を待つ仕事。せやね、救命病棟24時みたいな感じや。ワイも3つ同時に案件抱えた時は死ぬかと思った。人が死ぬのを待つ仕事っちゅうのもなんかあれやな、うまいこと言葉にできんけど。まあ、家族が亡くなって困った人の119みたいなもんや。イッチって何歳？アラサーや。友達が葬儀屋なって早々にメンタルやられてたわ、忙しさで。イッチではないけど、父方の祖父母の葬式丁寧にやってくれて感謝だわ。いかがでしたか？休みが少ない上に、手取りも高いわけではないなんて辛いものがありますよね。イッチも休養が原因で辞めてしまったようです。
大変な仕事ですが、しっかり個人を送り出すために日々働いてくれている方々に、感謝したいですね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。